新編雑貨雑物辞典その1、広辞苑を引いてプンプン。日常生活で常に接している雑貨、小道具の類というものがありますね。朝起きた時から考えていくと、まず歯を磨く歯ブラシ、歯ブラシにつける歯磨き、その後口をすすぐためのコップ、ひげを剃る安全カミソリ、顔を拭くタオル、手を洗う石鹸、髪を整えるヘアブラシ。雑貨を広辞苑で引くと、雑多の貨物、また細々とした日用品とある。今時貨物はないだろうが、まあそれはそれとして、雑貨というものを一応きちんと説明している。辞書というものは、たとえどんな物件を持ち込まれても受け付けないわけにはいかない。そんなつまらないもの、どうでもいいものは受け付けません、却下と門前払いを食わせることができない。例えばさっきの歯ブラシ、そんなもの誰だって知ってるでしょ、今さら説明するまでもないじゃないの、却下というわけにはいかない。そこが広辞苑のつれえところよと寅さんなら言うかもしれないが、誰もが熟知しているものを改めて説明するのはかえって難しいし、確かにつれえところだ。広辞苑だってまさか歯ブラシ歯ブラシなどとつぶやきつつ、歯ブラシの項目を引く人がいるとは思っていないだろうが、歯ブラシ分かってるでしょで済ますわけにもいかないだろう。では広辞苑は歯ブラシにどう対応しているのだろうと改めて知りたくなったのではありませんか。誰もが知り尽くしているものを、それはこういうものですと今さら説明するのは難しい上に、多分照れくさいと思う。もう知ってるくせになどと赤面しつつ説明しているのだと思う。ではなどと言いつつ、歯ブラシを引くべく歯の項目のあたりをパラパラとやっているうちに、はたと思いついたことがあった。誰もが知り尽くしているもの、それは広辞苑そのものではないか。広辞苑は広辞苑をどう説明しているのだろう。広辞苑で広辞苑を引いた人はいるのだろうか。もしかしたらこれは日本人初の偉業ということになるのではないか。喜びに震えつつ広辞苑に迫っていく。多分あれだろうな、広辞苑の人は、もう知ってるくせに意地悪するんだからなどと大照れに照れて真っ赤になりながら、広辞苑とはこういうものですと説明しているんだろうななんて思いつつページをめくってゆき、広辞苑にたどり着き、次だなと次を見ると、次は公式になっている。はないのです、広辞苑がない、どこにもない。一体どういうことなのだろう、献上ということなのだろうか。私ごときつまらぬもののことは、はっはっは、どうでもいいじゃないですか、と言ってるのだろうか。だとすると、歯ブラシのごときつまらぬものも乗ってないということもありうる。急に不安になってきた。待てよ、存在ということもありうる。ほら、こっちが名刺を差し出しても、誰もがご存知の大物の私のことゆえ、名刺は出しませんよというやつ。なんだか不安になってきて、大辞林で広辞苑を引いてみた。するとこっちにも広辞苑はない。新明海国語辞典にも広辞苑はない。そしてですね、大辞林にも大辞林はないのです。整理してみると、広辞苑に広辞苑なく、大辞林に大辞林なく、大辞林に広辞苑なく、広辞苑に大辞林なし。
なんだかわけわかんなくなってきたが、ま、この問題は後回しにして、そうだ、歯ブラシを引くんだった。あればいいけど、なかったらどうしよう。歯ブラシ、あ、ありました。歯ブラシ、歯を磨くのに用いる小さなブラシ。もう当たり前だろ。もっと気の利いたことを言えないのか。プロだろ、プロ。プロならプロらしく、例えば、と書こうとして、結局、まあこれに尽きるわけで、こんなものをもっともらしく説明しろと言われるのは、気の毒といえば気の毒ではある。向こうだって、辛い思いで苦し紛れにこう言ったんだと思う。うん、これでよしとしよう。次の歯磨きに行ってみよう。歯磨き。1、歯を磨いて清潔にすること。2、歯を磨くとき、歯ブラシなどにつける粉状、練り状のもの。炭酸カルシウム、リン酸カルシウムを主成分とし、香料などを加えて作る。歯ブラシにとった態度と随分違うと思いませんか？歯ブラシにはあんなに簡潔、あんなに冷淡な態度をとっておいて、歯磨きの方には急ににこやかになって、懇切丁寧、噛んで含めるように説明している。成分にまで言及している。炭酸カルシウム云々のところは、歯ブラシのところで示した態度をもってすれば、当然省略されるべき部分ではないのか。歯磨きの成分に言及するなら、歯ブラシのところでも当然付け加えるべきことがあったはずだ。歯に直に触れる部分であるブラシのところは、ナイロン、プラスチック、豚毛などで作られ、それらは絵の先端部に田植えの苗状に植えられているぐらいのことは言ってやるべきだったのではないか。エコひいきしてすまなかったと思うなら、さらに付け加えて、歯に触れるブラシの部分は使っているうちに次第に疲弊し、上層の部分から四方に拡散平準化してゆき、それを見るたびにもうそろそろ替え時だなとは思うのだが、何しろまだ十分使用に耐えるので、そのうちと思っているうちに1ヶ月や2ヶ月はすぐ経ってしまうものであるぐらいのことは言ってやってもよかったように思う。では次、コップに行ってみましょう。コップに対してはどういう態度をとっているのか。コップ、オランダ、溶杯、コッパイ、ガラス製の飲み物用の容器、カップ、ワラン問答、1724年と申す水器の杯。なんだかごたごたとよくわからん。コッパイだとか水器の杯だとか、そういうこと言う必要あるのだろうか。要するにコップでしょ。円筒形でガラスでできていて、水を飲んだりビールを飲んだりするやつ。これでいいんじゃないの。もう少し何か付け加えてもいいなら、時々割ったりするが、割っても何とも思わないのがコップで、しまったと思うのがグラス。このぐらい気の利いたこと言ってほしいな。今ふと思ったのだが、広辞苑の記述があまりに真っ当すぎるので、もう少し気の利いた言い方をしようとしたのが新明海国語辞典じゃないのかな。だとすると、もっとうんと気の利いた言い方をする新明海があったら面白いだろうな。次、安全カミソリ。安全カミソリ、替刃式の西洋カミソリ。皮膚を傷つけないように工夫してある。どこからも苦情が来ないように考え抜いた無難な回答の見本のようだ。工夫してあるなんてうまく逃げたなという感を免れない。何か余計なことを言ってやぶへびになるとまずいからなと口をつぐんでる感じがする。
新明会の方ではどう言っているか。安全カミソリ、横に使わない限り皮膚を傷つけないように工夫した西洋カミソリ。横に使わない限り、いいとこついてるじゃありませんか。広辞苑もやられたと思っているに違いないな。だけどメンツがあるから、今後も絶対に横には入れないと思うな。だけど入れたいと思ってるだろうな。次はタオルです。タオル、布面に1、布面に罠を出した織物、翼布タオル地。2、タオル地の手ぬぐい、西洋手ぬぐい。おいおい、今時西洋手ぬぐいはないんじゃないの。いつの時代の辞書なんだ。大正か明治か、ターヘルアナトミアか、解体新書か。ちなみに西洋手ぬぐいを引いてみると、タオルのこととだけあって、早くこの一件から手を引きたいというような広辞苑の姿勢が感じられる。それにしても罠ってなんだ。今まで一回も見たことのない字の連なりだぞ。急いで罠を引いてみると、罠、糸などを、おなどを和上にわがめたもの、に、罠点の略ということなのだが、え、なんだって、わがねたもの、罠点。もう本当にますますわからなくなるじゃないかと文句を言いつつ、こうをくる。なんだかお役所に行ったら何々かへ行けと言われ、何々かへ行ったらあれこれかへ行けとたらい回しにされてるみたいだ。わがねる、たわめ曲げて輪にする、輪の形に束ねる。罠点、ビロードの一種、折ったままで罠を切らないもの、罠ビロード、罠。もう本当にタオルなんてふわふわした厚手の手ぬぐい状のもので、体や顔や顔や体を拭くのに用いるでいいんじゃないの。罠点だとか、わがねるだとか、ビロードだとか持ち出さなくても済む話じゃないの。どうも広辞苑が相手によって態度を変えるのは間違いないようだ。ただよくわからないのは、態度を変える基準が那辺にあるのか、判然としない点だ。大物にはうんと頭を下げる、小物には横柄な態度をとるというのなら分かりやすいのだが、どうやらそうでもないようなんだ。石鹸言ってみますか。石鹸にどういう態度で応じているか。石鹸、ソープ、動植物油脂に水酸化ナトリウムを加え、煮沸攪拌し食塩を加え塩石して制する洗剤とあり、この辺りでもううんざりして帰ろうとしているのに、待ちなさいとムンズと肩をつかまれ、普通の石鹸の成分はパルミチン酸、ステアリン酸など高級脂肪酸のナトリウム塩、講義には脂肪酸、樹脂酸などの金属塩を総称、洗濯、化粧、薬用、工業などに用いるシャボン。これ絶対におかしい。広辞苑の態度が急におかしくなってる。裏に何かあるな。石鹸業界が裏で動いているな。広辞苑は言わされてるな。だってこれまでこういうことを言う人じゃなかったもの。これじゃあまるで業界誌の記事じゃないの。辞書というものは、普通に生活している普通の人が普通の範囲の知識を得ようとして口を開くものでしょ。それなのにパルミチン酸とナトリウム塩を煮沸して金属塩と攪拌して脂肪酸に食塩と
高級水酸化ナトリウムを加えて動植物油脂を混ぜて化粧に用いるなどと、素人は混乱するばかりではありませんか。ますます広辞苑の個々の物件に対する対応の仕方がわからなくなってきた。医者の世界ならば、紹介状を持ってきた人とか菓子売りを持ってきた人には丁寧に対応し、そうじゃない人にはそれなりに対応するという風習があるというが、辞書の世界にもそういうことがあるのだろうか。石油・石鹸業界は辞書業界に菓子売りを持って行ったのだろうか。それならそれで話はわかる。次はヘアブラシに行ってみたいと思っているのだが、ヘアブラシ業界は菓子折りを持って行ったのか持って行かなかったのか。ヘアブラシ、頭髪用のブラシ、これほど露骨な態度ってあるだろうか。花も引っ掛けないとはこのことである。まあしかし、もう少し色をつけるとか、お大事にぐらいのことは言ってもよかったのではないか。そりゃあ石鹸業界に比べたらヘアブラシ業界は世帯も小さいし、せんべいぐらいしか持っていないけなかったのかもしれないが、あまりに冷たい仕打ちだと思う。もしかしたら何も持ってこないとこういうことになるよという他の業界への見せしめなのかもしれない。朝起きてからする一連の作業に関する物件はこのぐらいで尽きるが、大物がまだ一つ控えている。鏡である。これら一連の作業は鏡を見ながら行われる。鏡はどうなっているのか。鏡1、滑らかな平面における光の反射を利用して容姿や物の像などを映し見る道具。中国から渡来、古くは金属、特に銅合金を磨いたり鈴を塗ったり、またはスズメッキを施したりした。円形、方形、花形、ひし形などにより作り、室町時代から絵をつけるようになった。今日では硝酸銀水溶液をガラス面に注ぎ、火星ソーダなどによってコロイド状の銀をガラス面に付着させ、まだまだ続く。しかも項目は1から6まである。辞書業界の裏の仕組みはなんとなく分かってきたつもりだが、これはまたあまりに露骨すぎはしないか。鏡というものはこんなにも長々と説明しなければならないものなのだろうか。特に鏡の形に関する記述、丸いのや四角いのやひし形とかいうのがあるというあたり、はっきり言っていらないと思う。丸いのや四角いのがあるなんて当たり前だろう。バカにしてんのか。お宅様には特にサービスしましたです、はい、というようなもみ手の姿勢が目に浮かぶようで、甚だ不愉快だ。しかしまあ、広辞苑を読んでこんな風に怒っている人というのはあんまりいないだろうな。広辞苑側は人々に物を教える立場、こっちは教えてもらう立場。三歩下がってその影を踏んではいけない身分なのに、一つ一つ読んでいるうちにこのようにだんだん突っかかっていくようになり、敵対状態みたいになっていくのはなぜだろう。うん、だんだん闘志みたいなものが湧いてきたぞ。